どうも、あさきです。今回の動画ではですね、この夏私がドローンのイベントをお手伝いさせていただいたんですけど、そちらのイベントの体験レポートという形でご紹介させていただければなと思います。こちらが本当にドローン初心者から、多分ドローン業界で働いてる人とかもすごいためになる面白いイベントだったので、ぜひぜひご紹介していきたいなと思います。またこちらのイベントですね、今後も開催する予定なので、ぜひぜひ機会があれば参加してみていただければと思います。イベントがこちらですね。ドローン作りにドローンレース、夏休みは本格的なドローンパイロットになろうということで、こちらのイベント、実は5年前にですね、同じテーマでイベント開催して、でその時も私はお手伝いさせていただいたんですけど、まあ、そちらがですねパワーアップして5年ぶりにやってきたというものになります。で、内容が結構面白くて、私今までいろいろ体験イベントとか声かけていただいて、まあ、お手伝いとかやってきたんですけど、今回のはそんな中でも特に濃い内容だったなと思いました。で、ざっくりどんな内容だったかっていうと、まず11時開始 で5時半終了という1日のイベントで、主な内容としては、まあ、最初にドローンの基礎を座学して、この自作ドローンですね、どういう構成なのかっていったところを座学お勉強して、でそれに沿って一部配線をハンダでつないでもらうっていったようなことですね、組み立て説明、あとは飛ばし方説明して、で組み立て実際にしてもらったりとか、その後トイドローンのレースですねをするので、まあ、トイドローン練習してもらったりとかっていったところと、あとはドローンをお仕事にされている方を何名か呼んで、でプレゼンですねだったりビデオメッセージをしてもらったり、でここで私もプレゼンちょっとさせていただきましただったり、あとはまあ今までの流れを踏まえて未来のドローンどうなっているか、どういうところで活用されているかちょっと考えてみようといったようなことをするという、結構面白い内容でした。特にトイドローンを飛ばしたりとかレースするっていう体験イベントは結構あるんですけど、それプラス実際ハンダで組み立ててとか、あのドローンのお仕事してる人呼んでプレゼンしてもらったりっていうのが結構珍しいなぁと思ったので、すごく面白い回でした。というわけで、まあ、当日の様子ですね、動画で撮影したのでご紹介していきたいと思います。どうぞ。博士、ここはドローンの下やば、そういう NPC だよね。確かに、ようこそここはドローンの下ドローンとへか、ようこそドローンとへ。受付最初にやったんだよ。お、一人一個トイドローンがあります。ようこそドローン島へ。いかがですか？あ、いいよ。ドローン一つ、この乾電池三つ、中国の DJI っていうメーカーが、また順番に進んでしまうと、もう線が繋がってなかったりとかするので、レースでコントローラーみんな持ってみてください。じゃあ持ってみようかの。できました。おー、できたー。うまいじゃないか。
カーボンパーツって導通性がある。パンダ銀色になってるところ、銀色になってるところに小手先を、配線もね、あんまり変なとこをやると断線が落ちちゃう恐れがあるので、パンダを旅行。おー、いいぞ、いいぞ。恐る恐る右手を離してる。これよ、いいです、しかし絶対は手伝いする。はい、来た。おー、すごい。スタート。4 3 2 1。なんとかなれ。おーおー、やったー、完璧ー、やったねー。じゃあね、これがちゃんと作れてるかなっていうのを確認するためにモーターを回します。やったー。おー、なんか煽ってる。わあ。おー、あー、なんか来た。来た来た。おー、上手。一緒にお願いします。1位取るんだろ。じゃんけんほい。おー、あー、